はい、では今回は前回開封したこちらのセイバーアロー&ザクロロックシードセットの、こちらザクロロックシードをご紹介したいと思います。変身にはこのザクロロックシードの他にこちらブラッドオレンジロックシードを使って仮面ライダーセイバーブラッドザクロアームズに変身します。ではデザイン見ていきましょう。デザインはね、形はもうスイカですね。スイカベースになっていて、メタリックの、結構暗めなワインレッドですかね。ちょっと暗めで、まあ、言われてみればザクロかなといった、色になってます。そして中を開けると、はい、断面図はもうザクロ、そのままですね。下にはセイバーアローが、描かれてます。はい、デザインとしてはまあこんな感じと。で、電源を入れると、はい、起動音はセリフではなくてザクロです。はい、それでは裏面のボタンを押してセリフを聞いていきます。音声は全部で7パターン、2つ目の音声が3回に1回違う音声が鳴ります。あなたの目的は神を生み出すことだ。呉島高虎には無理なことだ。2つ目、冗談はよしてくれ、三流の文才で。3つ目、あなたなら理解できるはずだ。4つ目、いいや、理解できないね、三流の理屈なんて。5つ目、戦国龍馬、戦国龍馬。そして最後が6つ目、性能の違いを思い知らせてあげよう。では3回に1回なる2つ目の音声を聞いてみましょう。あなたの目的、冗談、あなたなら、いいや、戦国、性能の違い、あなたの目的は、次かな、神を、彼は私の理解者ではなかった、それでも僕が認めた男だ。はい、これが3回に1回なる音声ですね。そしてロック、会場音です。ザクロー、ザクロー。で、この会場音ですけれども、前回の動画の最後でもお話ししましたが、4回に1回ザクローではなくて、次ですね、とこのように劇中でのね、爆弾としての機能も備わってる。これは嬉しいですね。それでは仮面ライダーセイバーブラッドザクロアームズへの変身とその他のアイテムとの音声を確認していきたいと思います。
以上、ザクロロックシードのご紹介でした。